ここまで来ましたけどね。全然残念なことになってるね。なんか去年と比べるともう全く来ません、これ。ああ、やっぱり。はい。もう先週も来たんだけどね。こんなことなかった昨日、去年な。あ、この茎の長さが全然短いからね。いやー、こんな残念なことやった。今日は期待してきたんですけどね。全然来ませんわ。この前電話した時も言ってましたね。今年は寒くならんから。もうむちゃくちゃですよこれ。長いこと何回も来てないけどこんなの初めてですわ。何回か来られてるんですか。はい、もう何年前、はい、10年ほど前からね。あ、でまあたまに来たい時もあるんやけど、去年は1月の15日ぐらいでももう満開でしたからね。はいはいはい、去年いや、おととし、これはがっくりしましたね。残念ですね。ガーッと咲いてた。いや、ガーッ咲いてましたわ。2月の中頃来た時でもまだこんなんちゅう、もっといいとこやったから、まあ、これはあかんねえ言うてわし撮影でしてたんやけど、それでも全然こんなことなかった。いやー残念やわ。ありがとうございます。すいません。皆さんこれはダメなことさ、今年は全然飽きませんわ。これこれこんなあかんこと初めてやわ。これこれこれね、もう茎の勢いが違いましたね、全然。ね、まあ長いこと見てることこんな初めてやわ。残念でございましたね。今年寒くなかったからあかんねんて。嘘。もう、まあ、もうね、こんなことは初めて見ました。何年も見てるけど、こんな茎がまだ高いんです。1月の15日でもあんな咲いてないよね。うんうん、こんな初めて見ましたもん。長いこと見てるの。まだもう1回ぐらい来てもいけん。もう寒いからあかんって言ってましたわ。え、あかんでやろう言ってました。うそ。この担当の方が、あ、今年はこれあかんのちゃうかって、あの寒さがなかったんでね、うん、ないない、あかんのちゃうか言うて、うん、こんなこと初めてやって今言ってましたけど。ぬくいも雪全然ないもん。ああ、ここら寒いとこのね。だからもう1回来られても飽きまへんと思いますね。はいはい、ありがとうございます。もう2回来るんやって。残念なことになってますわ。これはほんま残念ですわ。長いこと見てるけどね、何年も来てるけど。このほんまに残念な姿でございます。これまあ、1週間でもうちょっとなんとかなるかもってね、来たんだけどね、残念でございましたわ。ということは、予想の水仙もこんなことかね。この辺やと、去年なんかずーっとすごい花咲いてたんやけどね、この状況ですわ。すんまへん、少ないですわ、これ。これは何とも言えませんわ。何とも、いやいや、あげまへんわこれね。え、初めて見ました、こんなひどいのね。え、これ皆さんがっかりして帰ってやりますわ。もう一遍来る言うてね、もう無理やねこれね、来てもね無理ですわこれ。もう花のね時期は2月の中頃までやから、もう3月になるとね、もう飽きませんわ、こんなんね。冬用の墓がないからね、こんなんですわ。よー、滑っとろ、ここ、みんな、ここ危ねえぞ。いやいや、ここ見てみしやろ、俺、こんなんや。パラパラやからね、パラパラパラですが、花自体がね。こんなんですわ。これ
こんなひどいの初めて見ましたね、ほんまに。この辺ちょろっと咲いてますけど、この辺は。この辺はよ。これが全体的にダーッと咲かなきませんね、こんな感じで。ね。これパラ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 叩いてるから。全然ありませんねよ。それから、一番見どころはね、向こう。向こうの方ね。この宝剣堂の向こうです。宝剣堂の登る道の階段の向こうの方ね。どうでしょう。これパラパラパラーとこう植えてあるんやけどね、ここも。これいつも畑で植えてないんだけどね。こう。宝剣堂の階段がここにあるんですよ、ここにほら。ね、ここに宝剣堂ありましたろ。これがちょっと、また南にちょっと行って。はい。ここもね、アスマキだったんやけどね。これ、こんなんですわ。今年はダメでしたね、これ。茎が飲んでないんだよね、まずね。長さが全然足らない。半分ぐらいしか茎がね、生えてないですわ。いやー、これは、何年も見てるけど、何回見てきてるけどね。あ、皆さんがっかりして帰ってやるんですよ、あそこね。ね、がっかりして。ここからね、去年もここから入ってみたんやけどね。まあ何回もここ入ってみたことあるんだけど、ずーっとね。バラバラやもんね、花がね。バラ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 ですからね。残念ですね、今年はね。寒くなかったからだろうな、おそらく。まあ、そんなことも言ってあったね。うん。この茎のね、長さが全然短いんですわ。半分とか3分の1とかそんなんやからね。こんなんでございます。これ。これ全体見てもらったけどね、こんなんです。残念でございました。もう宝剣とは登っても仕方ないからね。まあ何回も登っとるしね。ではこれをね、向こう歩いてみようか、ぷちょっと。これ見てもなんですよ、これ。上見てもね、あのお姉さんたち。まあ最悪ですね、これね。まあ長いこと見てるけど、最悪の花の勢いでございますね。あ、そうですか。はい、こんな見たことないですわ。もっとすごいですか。もうだって全体的にバーッと焼くんやから、咲くんやから。だからこれが、寒さがなかったからじゃないか言われてるんけどね。ちょっと今切りしてね。なんでもね、うん。寒さがなかったからな。茎の勢いがもう、これで3分の1か3分の2ぐらいしかないねんな。もっと高いんですよ、この。茎がね、もっと伸びるんですか。もっと伸びる、もっと伸びます。ほんで花が、これがもう一本で全部出ますから、こんな数じゃないんですよ。全部茎からだいたいこう花が出てきますから、うん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 、だからね、量が少ない花の。あ、そうなんかな、はい、いや私は結構咲いてるなと思って見てたんやけど。そうですか。もうありがとうございます。そしたらそうやって見てくれたらありがたいけどね。で、本来ならこれ一番咲いた時のね、1割か2割かな感じですよ、これ。ああ、そうなんですか。はい、だから一部咲くかそこらの感じです、全体的にね。やっぱ抜くすぎてもあかんのよね、水仙は。だから寒くなかったらあかんみたいですね。だからみんな寄ってはるけど、みんながっかりしてはるもんでね。いや、私も、いや向こうから来た時、歩いてきた時は、あ、ちょっと花少ないかなと思ったんやけど、ここまで来たら結構咲いてんなと思って。一部咲きというところです。残念でございました。